ボリス・セクリッチは、ユーゴスラビアベオグラード出身のサッカー選手。スロバキア代表、MLS シカゴファイアー FC 所属。ポジションは DF。FK ゼムンの下部組織を卒業も FK ベオグラードで、プレー。19歳で生まれ育ったセルビアを離れて、スロバキア一部に属する FC、VSS コシツェニー席。2013から14年シーズンに、スロベンスキー・ポハールで、 優勝、翌シーズンには、スロバキアスーパーカップで準優勝を果たした。2015年7月に、同リーグの名門、ケイスロバン・ブラチスラバに3年契約で移籍。リーグ戦で68試合に出場し2得点8、アシストを記録。フォルトゥナリーガでは2年連続準優勝し、2016から17年シーズンには、スロベンスキー・ポハールでの優勝を果たした。 UEFA ヨーロッパリーグでは同クラブが出場した全試合でフル出場し得点1アシストを記録した。2016から17年シーズンからはチームの首相に任命された。チーム事情と対戦相手によって本職のセンターバックのみならず左右のサイドバックとしてプレーすることも多々ある。2018年6月20日、ブルガリアの PFC クスカソフィアに移籍した。 2020年2月15日、シカゴファイヤー FC に3年契約で移籍した。2018年のキングスカップの決勝対戦で、右サイドバックで先発し、代表初出場。2017年8月に、スロバキアの国籍も取得した。ありがとうございます。